から決めれる。でも男になれ。テイクス、テイクス、テイクス。どこからでも決めれる男になれ。直接コーナーキック対決。いやー。何やね、どこからでも決めれる男になる。もうね、言わされたんだよ。ちなみに、ちなみにですか。ルールは簡単。もうコーナーキックから蹴ってもらって、はい、直接ゴールに入る、うん。で、ゴールに入るっていうのもノーバウンドで。ゴールにインすればいい。だからバウンドしてこれはノーボール。中にねそのまま決めればオッケーいいということで、先に3点決めた方が勝ちということでやっていきましょう。よっしゃ、それではやっていきまーす。しょ、はい、それではじゃあ順番決めていきましょう。順番大事だよ。これ大事だよ。よいのよい、よいよいのよい。ボウ踊りうまこれボウ踊りな。最初はシーサーじゃけんぽい。アイコンマックスじゃけんぽい。よーし、久々の勝ち、これ嬉しい。もちろん先行。あーじゃあ行きますか。先行で、ね、そうね、先行いけるのか。負けはいらない。突き放せ、突き放せ、このキックで。この強さで切れば。ヒート。おお。いや。おお。ヒート。いやー。直接コーナーキックの。K。K。Yes。自動販売機のオーナー獲得権が近づいてしまう。やだ。やだ。それはうまい。よし、危ない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 。ここで同点に食らいつくのはでかいぞ。コーナーへのラストパスということでゴールに流し込みたい。うわ。うわ。VR、そう、ちなみになんですけど、あの、ゴールの定義って、あれちょっと自分なりの、自分なりのゴールの定義って見て一回。自分なりのゴールの定義、自分なりの。あの、ルール、FIFA の規定どうなってるか、自分が考える FIFA の規定。え、これゴール。これ、飛行。これゴール、これゴール。これが何？これがまだ入ってない。あ、まだ入ってないね。まだ入ってない。で、これは？これは、うん、これはゴールにしたい。ゴールに。願望だ。もう分かって持ってるよ。したいって願望になってる。あのこのここなのか、うん、ここなのかの違いですよ。あの騒がれましたね、前回のワールドカップ。はい、なんとかの1ミリと、誰かさんの1ミリ。サントマさんサントマさんだからお前怒られるぞお前怒られるぞちょっと確認します。確認、はい、
頼む。このゲームこの VR 入りますね。でも、まあ、起動はめっちゃ良かったよ。もうめっちゃ綺麗な弧を描いてゴールに吸い込まれてきた。俺も入ったと思った。だがしかし、待てよちょっと分からんの。俺の目がちょっと間違ってたかもしれん。俺はライン上に落ちたように見えたんですよ。入ってるかもしれんぞこれ。ちょっと俺も見ますね。ノーゴール。もうまさにこの位置、まさにこの位置。確かに確かに。これね、ゴールの定義はこうなんですよ。こうこれにちょっとでもかかってるとゴールじゃないらしいんで、今回のゴールはここです。もう知ってるね。これね、さっき58ミリだっけ？なんか言うてましたけど、まあそんなのね、普通に微調整すればできるもんなんで、はい、嵐。いやオーナーにはマジで泣いてるね。オーナーには泣いてくれない。いくつものこういうプレッシャーを乗り越えてこそサッカー YouTuber やってるんで、決めますよ。いらないよ。無料自販機のオーナーになんてなりたくないわ。もうということで、直接コーナーキック対決は翔ちゃんの勝利。ありがとう。で、敗者の俺がオーナー権獲得です。ありがとうございます。3ヶ月有効なんで。いや長い。まあいい勝負だったんじゃないでしょうか。いい勝負だ。はい、ということで、この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録はしてない、またの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 また見てね。邪魔チューブ。はい、最近皆様お待ちかねのお時間がやってまいりました。こちらが、はい、こちらがですね、いわゆる無料自販機と呼ばれる場所になっておりまして、私が、はい、はい、ここを管理人を務めております、はい、拓也と申します。あ、よろしくお願いします。今日もしっかり無料提供させていただきます。あ、すごい、あの日本に一つしかない無料自販機、珍しい、最近話題になってます。だから押したら出てくるっていうシステムですね。たまにお釣りも出てきます、うん、今日出るかちょっと分かんないですけど、お釣りのみの時もある、はい、お釣りのみの時もあります、ね、あれは詐欺です。ちょっとじゃあ押してみましょうかね。じゃあやっぱね、はい、沖縄といえば、はい、縛りよということでパワーギアを押してみたいと思います。さあ出るのか出ないのかどっちなんだい。嵐だー。嵐だー。